こんにちは、倉田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は白日ですね、キングヌーのめちゃくちゃかっこいいですよね、この曲ね。僕最初これ白目だと思っててですね、どんな歌詞なんだろうと思って、白日でしたね、もう本当にね。漢字がもう老眼ですよ、多分ぼけてこう線が2本に見えてたのかなと思うんですけど、まず普通に最初厳かに歌い始めてですね、ここは本人はなんか電子ドラム使っててやってるんですけど、僕だから電子ドラムっぽい音するときはリムショットにして、というふうにやりました。多分ね、両手でやってるんですけど、僕まあ片手の方が僕好きなので、こういうふうにやりました。でブレイクがですね、ジョイサウンドさんのカラオケのとこ僕ちょいちょい入ってなかったんで、そのまま叩き続けてフィルイン入れて、でもうここはもうこれぐらいしかざっくりしか取ってないので。で、僕の譜面はですね、ここ1カッコでここにリピート書いてあるんだけど、ここからリピートでここに戻ります。で戻った時は普通のグルーブにしてるので、でここ2回目のリピートというか、この適当に書いて「跳ねない」って書いてあるんですけど、この跳ねない、ここがすごいこの曲のポイントですね。すごくこうまあ噂にもなってたのかもしれないと思うんですけど、僕も噂で聞きましたよ。すごいなと思って、この年代の子たちがこういうのできるってすごいですね。今の日本の J-POP はまあ明るいですよ。ちょっとこの「カッカカッカ」っていうのを出してみますね。これをね、カッカ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 、これ跳ねてるでしょ。これに対して表拍を基準に跳ねなくしちゃうと、全然違う次元のビートになるんだけど、この裏拍のカッ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 、練習するといいんですけど、バスドラはインのテンポにいると、ハイハットだけずらすと、みたいな感じで足が突っ込んだ感じ。でもそんな悪くない。で足ももろともずれると、といった具合に裏拍をビートキープして表拍をずらすと、中間みたいなのがいっぱい作れるんで、めちゃくちゃ表現力があるんですよ。これジャズがもうみんなやるポイントで、僕もこれを掴むのでものすごい時間かかったんですけど、この若さで掴んでると本当先行き恐ろしいですよね。でここは跳ねるっていう、だから僕の情報的には跳ねてないの端折説、跳ねるの端折説みたいなね。で次ここギターソロなんで、ここハイハートオープンでやりました。でダンタバレバレでダッタって跳ねてるんで、タッタッタッタってやるとダサいので、裏拍からみたいなフレーズがかっこいいんじゃないかなと思ったけど、なんか適当なことやってましたね。でもここはブレーキをかけたいっていう意思が感じる、こういう意思を感じるので、で切り替えを例えばやると、タッタッとと、とんだかな、タッとと裏から表からとか、最初の入りとも、というふうにすごくセンスのいいフィルインを入れる子なんですが、素晴らしいと思いますね。だからダンタガラバダなんとかはみたいな感じでもいいのかなと思います。だからジャズフレーズがすごくハマる感じですね。でここはジャン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 ジャーンダッダッダーっていう、こう8部でコードが動くので、ここはこうダーンダッダン、全部シンバルでもいいけど、ダーンダッダン、頭スネアで裏から押すみたいな感じに僕はしてみました。でビート刻みながらジャーンジャンジャンジャンがあって、でキープすると。でここの部分はですね、ドロップ、まあサビドロップって言うんですけど、サビの部分をドラムだけなしにしてピアノと歌だけにするっていう形なんですけど、こういうサビで一番盛り上がってるところを一旦なくして、途中からバンドが入ってくるね、よくやるパターンで、これ裏拍をこう刻んでて、ワンツーダー
な感じでやってましたが、僕はまあ結構こういうペダルみたいなのはハイハットを刻んでる方が好きなので、バストライター方がなんかこうふわってこう広がる感じがしたんで僕は入れてみましたね。でここら辺やってみて適当に振り入れて、でここはライドで跳ねなくしました。フィールは跳ねてるけど跳ねてない16を叩くってことですね。でまあフィルインもここね盛り上がってここ跳ねて叩きたかったなみたいな感じで自分が途中で感じたのかな。だから後半はここ32分音符入れて最後盛り上げて、だからこう溜めるともう一つ盛り上がらないんで、だからまあここは跳ねたってもいいのかなっていうふうに思いましたが、ここがもう跳ねなかったところが彼の大人っぽいドラマーなのかもしれない、ドラムのね表現方法なのかもしれない。僕もあのお子様だからね、こういうとこも跳ねでもう3連6連使いまくってフィルインしそうな気がしますが、とても大人なドラムだと思います。なので解説としてはこんな形で、パパッとやってしまいます。つまり僕バッて聞いてこんだけしか書かないけど、もう僕すごいたくさんこういうね曲をやらなきゃいけないことが多いので、これぐらいでだいたい本当に1回聴いたらもう次は叩けるみたいな形で、でこのポイントになるところをこうやって取っておくっていうのがすごい大事ですね。というわけでこれの、叩いてみたっていうのは別動画で上がってますので、ぜひ見ていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。